大石育夫は日本の映画監督、アニメーション作家、脚本家である。初期には大石薫とも、1901年、東京府東京市日本橋に生まれる。東京海西中学校から黒田清輝が塾に通い、同門の横行で家を鈴木重吉と知り合って、漫画映画制作に興味を持ち、鈴木の所有していたドイツ製のウェルテルカメラを使って、 動画の収作をいくつか制作する。1918年8月、森永聖火が森永ミルクチオコレート発売に際し、宣伝用漫画映画、ウサギとカメを,を制作、収作動画の腕を買われ、16歳の大石薫がこの動画を制作。日本初の広告用アニメーションであるが、本作は現存しない。これを機に短編の宣伝漫画を連作。 鎌田村かばたの自宅をアトリエに、大石交差映画を設立、一野正治や前田はじめらを抱え、1920年代に、小竹鎌田撮影所の美術関係者から、サイレント映画の下請けをもらい、カットタイトル用の字幕や線画を担当。また、線画映画や、1、2巻もの,のレコードとシンクロする、家庭用の 9.5mm フィルム、短編漫画映画を制作していた。 友の文三郎商店の、小女寺のたぬき林や、日活グラフのあっぱれヤスさんが、当時の作品である。1933年12月5日、PCL 映画製作所が創立され、小畜の現像技師長だったマスタニリンが、専務取締役で迎えられ、マスタニは、廃家の西川越次現像技師らともども、大石や、市野ら、大石プロのアトリエスタッフをそっくり引き抜く。 同年、新会社 PCL で最新式の撮影機材を得た大石は、日本初の本格的、オールトーキー動画映画、同絵コり立て機を制作。同作品は、有楽町方角座で上映され、評判となった。この作品では作画は切り抜き形式で行われた。1934年、ポンスケの春、カチカチ山と日本の短編動画映画を制作。 1935年9月にアリとカワズを制作。これを最後に PCL は漫画映画の制作を中止。この頃大石の配下には前述のスタッフの他に山田光造、横山隆一、木村一郎、笠原信夫らが加わっている。1937年9月10日、PCL 社他数社が合併して東方映画を設立。 大石らのスタジオも、東方映画東京撮影所の一部となり、大石は漫画映画係の係長となる。東方は、軍事協力の文化映画に注力し、漫画よりも、戦外預かりに需要を取られ、大石の仕事も、各省庁委託や陸、海軍筋の委託教材作品が増えることとなり、大石は、脚本家、演出家として活躍することとなる。この年を召し、 陸軍軍曹として中国先生に赴任。11月、森岩尾は大石の留守中に、ぶらや英治を新設の特殊技術家の課長に迎え、ぶらやが大石の代理として戦画係管理者を務めることとなる。出生中の大石は不在のまま特殊技術家戦画係の漫画戦画室室長に配属される。この時37歳。この不在時期に、 サギストミオが戦画係に入社。1939年7月、中国戦線より復員。復員後、第一回作品として、教材映画、99式系機関銃を制作する。教材映画とは、軍事協連用に、新しい武器や爆撃の理論を戦画で説明する映画のことで、以後戦時協力体制を取る東方の下、数々の教材映画を手掛けた。 1940年、前年に制定された映画法により、映画人に国家主権が適用される。これに対応した入門書として、映画撮影学特本の制作が、大日本映画協会によって企画され、大石は下巻で、線画と漫画映画の項目を執筆する。大石は自身の項目の差し絵を、詐欺ストミオに依頼している。この年、 大日本帝国海軍からの嘱託命令により、鈴鹿海軍航空隊教育のための教育映画制作の準備にかかる。大石は脚本と監督を担当。大半を千賀が占めるため、この年9月、大石は詐欺スを支給扱いで鈴鹿に呼び寄せ、二人で三重県津新地の旅館に投宿し、鈴鹿海軍航空隊に通う。航空隊で大石は、 対空母用水平爆撃の訓練機に詐欺すと同乗し、照準操作の訓練を受けて、これを脚本化。完成した作品の教育効果の目覚ましさに注目した海軍は、東方に同種の教材映画を連作させる。1941年、鈴鹿海軍航空隊教材映画、水平爆撃理論編前、後編、水平爆撃理論編実際編。 水平爆撃理論編応用編の各4巻シリーズを完成。一時帰郷した後、再び海軍の命令を受け、次回作の準備にかかる。この作品のため、カロリン諸島でのシナリオハンティングが決定する。大石の制作した一連の水平爆撃教材映画は、日本海軍の真珠湾攻撃に活用された。1942年、ハイマレーオ機械戦に協力。 この後、次回作準備のため南方カロリン諸島へ出発。1943年、絹田撮影所と南方を教材映画取材のため、往復。1944年12月4日、軍属としてのカロリン諸島での視察の帰路、東京湾外で、米軍潜水艦により上官が撃沈され、同僚南と共に戦死した。去年44。父親は、日本橋の上絵 妻は、元小竹蒲田撮影所の女優で、子供はいなかった。つぶらや英二とは、ライバル関係にあった。他に、亀井文夫と親交が深かった。義系の宮下一万三も、漫画映画制作プロダクションの親方だった。東方時代は、この宮下に、動画の下請けをさせていたが、千賀室の部下の詐欺ストミオを引き抜こうとしたとして、後に、 東方線画室への出入りを禁止してしまった。主号で、いがぐり頭に、ロイド眼鏡に、ちょびひげといういかつぎ要望で、線画係では、大石は、怖い眼光親父で通っていた。が、詐欺スに対しては優しかったという。脚本、演出を担当した、九十九式系機関銃は、詐欺スが線画を作画したものだが、その完成以降、詐欺スを機に、いり、 しばしば、共同の自宅に誘って酒や釣りに同行させてくれた。大石最後の仕事となった南方視察では、翌年現役入隊予定の詐欺スを、どうしても年内に海軍入隊させて同行させたいと、わざわざ詐欺スを日本史海外に送って歯を抜かせ、長兵器暇いの強行手段まで取っている。結局、詐欺スの海軍入隊は叶わず、大石は、 戦画室のサギスの後輩の新婚の南という青年を同行した。大石が東京湾外洋上で戦死した12月4日は、サギスの誕生日でもあり、サギスは大石と南の両者を思って一晩泣き晴らしたという。サギスが東方に入社した頃は、大石は二度の王将で最前線に出征していて、悟りを開いたのか至って優しかったというが、 大石門下の先輩たちは教えにやかましい大石から随分殴られたという。昭和10年に大石プロにないで仕入りした木村一郎は殴ることはねえだろうと反発し、大石のもとを飛び出している。宮下一万三、大石育夫、横山隆一、市野昌二、前田はじめ、若林敏郎、木村一郎、山田幸造、詐欺師み夫、 足台和を、古沢秀夫、福田里三郎、幕田博多が、大久原明、詐欺ス清康、狐岡静子。2012年7月現在、東京国立近代美術館、フィルムセンターは、大石の手掛けた作品のうち、同絵江りたて引き、トーキーの話、ポンスケの腕比べの上映用プリント等を所蔵している。 同絵掘り立て引きは、木の国屋書店が2004年に発売した、DVD ビデオグラム、日本アートアニメーション映画選手4戦前、傑作戦に、少女時のたぬきばやしは、VHS ビデオグラム、昭和漫画映画大更新第3巻、漫画日本おとぎ話及び、日本アニメクラシックコレクション第2巻に、ネズミの留守番は、デジタルミームが発売した、DVD ビデオグラム、 日本アニメクラシックコレクション第2巻に、泳げや泳げは、同じく、日本アニメクラシックコレクション第4巻に、ご存知アラマタあだうちは、VHS ビデオグラム、昭和漫画映画大更新第2巻のラクロ5丁に、収録されており、いずれも現存する。すべてパブリックドメインである。同エコリ縦引き、文化庁、日本映画情報システム、および日本映画データベース、 インターネットムービーデータベースに掲載されている作品の一覧である。ありがとうございます。